秋風が爽やかに吹き抜ける日本へようこそ、世界各地からお集まりをいただいた皆様を、心から歓迎いたします48年ぶりに日本で開かれた、IMF= 国際通貨基金・世界銀行の年次総会、国際金融や経済開発など、地球規模の経済問題について議論が行われました。 10月12日には野田総理主催のレセプションが開かれ日本食などで各国の要人を迎えました日本での開催は1964年あの東京オリンピックの年以来2回目 2> 私も当時は可愛らしい小学校1年生でした 日本は今成熟した経済大国となりましたでも半世紀前と現在と変わらないものが2つあります1つ目は世界の皆さんに支えられているその絆に裏付けれた不屈の精神です1964年の総会開催当時は戦後の 焼け野原から日本が立ち直り国際社会の支援に対する感謝の思いを胸に総会を誘致致しました2012年東京総会は東日本大震災から復興に向けて懸命に取り組んでいる途中においてであります我が国はかつて 世界銀行から最大の借り入れを行う国の一つでした1950年から60年代には東名高速道路や東海道新幹線など経済成長の基盤となるさまざまな分野で借り入れた資金が活用されましたそして今回どうもこんにちはどうも最中の天台の足を運んでいた すぐさに被災地の状況を見ていただいたと思います感謝をしております今回 IMF のラガルド専務理事や世界銀行のキム総裁も仙台を訪問し日本のそして被災地の今を視察しましたそして不屈の精神とともに半世紀前と変わらないもの2二つ目は国際協調と自由な経済交流の 大切さを日本はとととしてて持っいいるということであります世界経済が直面をする困難を乗り越えていくためにも今こそその重要性は増していると思いますその国際協調について我が国は現在世界銀行に対して世界第2位の出資国ラガルド専務理事は会談で これまでの日本のの一貫ししたた協力に感謝を述べましたこのほか総理は我が国がミャンマーに対する支援を本格化させることなどを世界銀行のキム総裁アメリカのガイトナー財務長官に説明しましたこの後鏡割りがあります世界銀行のキム総裁が初めての経験で早くやりたいやりたいと気合いが入っております したがってスピーチはこれで終わりますせーのよい